今回はですね力みとか脱力といった力に関することギターを演奏する上での力に関することを少し語ってみたいと思います。でよく YouTube のえ他の方の動画解説動画なんかを見ていてもですね まあ、脱力とか力を抜いてとか力まないようにギター弾きましょうっていうような解説非常に多いと思うんですけれども私自身が日頃ですね、えー、ギター教室でさまざまな方に、えー、生徒さんにレッスンをしていて思うこと現時点で考えていることっていうのはですね、えー、ただ脱力で力を抜いて演奏するだけではダメですっていうことなんです。 でこれはですね、どういうことかというと、まあ簡単に言うと、脱力脱力でですね、えー、どんどん力を抜いて軽やかに弾くっていう方向性だけで練習を進めてしまうと、えー、最初ギターを持った時にですね、なかなかこう力強く弾けない、えー、方っていうのもいらっしゃいます。そういう方に向けてもですね、脱力脱力でやってしまうと、ただの弱い、えー、弱くしか弾けない、そういった演奏になってしまうんですね。 もちろん脱力とかですね、力みすぎないっていうのは大事なんですけれども、それはですね、しっかりとしたご自分なりのフォーム、まあ肩ですね、ギターを持った時の肩を手に入れて、右手、左手、両方の腕ともですね、しっかりと安定感が出た後ですね、その後にどんどん脱力とか力まないということを意識していかないといけないと考えています。 でそういった両腕とか体全体の安定感ですね。安定感が出てくると、まずどういうふうに弾けるかっていうことなんですが、例えばカッティングのフレーズですね。カッティングのフレーズをですね、えー、いつも弾いている100%以上の力で、強いタッチでですね、えー、弾き切るっていうようなこともできます。でこれ一度やってみますね。120%ぐらいの力で、えー、弾き切ってみますね。 ここんんなな感感じじでです。こんな感じですね。もう今なんかはこう割とこう薄めのピックを使ったんですけれどもおそらく弦2ピックですねもう 1cm 近く入れたんじゃないかなと思うぐらい深くピックを入れてそのままも振り切りながらですね弾いてみました。 でもやはり右手とか左手ですねしっかり安定した状態を保っているのでものすごく力を入れてハードなタッチでこう引いても引き切れるんですねでこれがですねやはり大事かなっていうふうに思いますこれぐらいハードなタッチでも引き切れるしでその中で脱力する弱く引く力を抜いて引くパートというか部分を作ってやるとですね そのの分メリハリハががついいた演奏っていうのができるようになりますよねですからこれがやはり弱いタッチでしか弾けないとなるとですねもう弱いタッチがマックスになってしまいますのでそうなるともう強弱とか抑揚のレンジっていうのは非常に狭い演奏になってしまいますよね。ですから何度も言いますけれども脱力とか力まないっていうのは大事なんですがやはり強いタッチでも弾ききれるぐらいのですね 安定感っっってていいいううののをしっかり持つっていうのが大事だと思いますじゃあそのやり方を教えてくれよと思われると思うんですけどもこれはですねもうレッスンやっていてもその方生徒さんごとにですねもう全くアドバイスいろいろすることが変わってきます。でやはり生徒さんによっては弾く曲のジャンルっていうのも違いますので。 えー、弾く曲とかフレーズによってもですねアドバイスの仕方っていうのはいろいろ変えながらレッスンしていますので、えー、この動画でですねもうこれをまずやってくださいっていうふうに解説できればいいんですけれどもやはりそれはですね、えー、現実的に難しいですね。 で今までですねいろいろな方に、えー、レッスンしてきて思うのは一番難しいというかう修正が難しい方っていうのはですねギターを始めた時からですね非常にこう強いタッチで弾いてしまうそれがもうデフォルトになってしまっている方このタイプの方っていうのはなかなかですねやはりこう力を抜いたり力まずに弾くっていう方向の演奏を持っていくのが難しいです。 そういったタイプの方に比べると最初は弱いタッチでしか弾けないという方の方がですね、その方の場合はしっかりした強いタッチをどん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 こう試していくと、えー、割とこう強いタッチ、しっかりしたタッチでも弾けるようになる方多いですが、やはり最初からですね、右手も左手もこう力を入れすぎる方っていうのはなかなかですね、えー、力まずに演奏するっていうのは方向に持っていくのが難しい場合が多いです。 では最後にですね、えー、まあちょっと関係ないかもしれないんですけれども、まあ、カッティングとかですねどれぐらい弱いタッチでも弾けるのかということを試してみようと思いますでここにですねクリアファイルちょっと使い古したクリアファイルを用意しましたこのように持つともうこれぐらいしなってしまうクリアファイルなんですねでこれをですねこれの角を使って、えー、カッティングができるのかですね一度試してみます もうこれですね、ちょっとこのまま持っただけでは先,ど先ほどやったんですが、もうこの先がですね、腕の動きに対してあまりにもついてこないので、えー、持ち方をですね、考えてみました。で、まあ、ここの角使うんですけれども、えー、少しこのような感じでですね、クリアファイルを丸めて、このような感じで持ってですね、で、ここの角で引いてみたいと思います。で、こう持ってもですね、どうですかね、この角、こんなにペランペランなんですね。 ですからもうこれ弦に対してこう強いタッチで弾くことはもうできないですねで。こんな感じのタッチでもカッティングができるのかですね。ちょっと今からやってみたいと思います。ではやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。できないことないですね。 ですから、えーまあ、今回の話と何の関係があるのかって言,う言われると、えー、難しいんですがこのような感じでですねもうペランペランの状態こんなクリアファイルの角を使ってもですね、えー、しっかりカッティングっていうのはできるんですねですから、えーまあ、脱力ということを考えるとですねもうピックなんかでもそんなに強く握らなくても、えー、軽くソフトなタッチでもピックをも軽く持っているだけでもですね えー、これぐらいのカッティングっていうのは、えー、割と普通にできます。ということで最後ですね、えー、クリアファイルのわけのわからない実演がありましたけれどもとにかく大事なのは脱力とか力まずに演奏っていうのは、えー、大事なんですけれどもそういう方向にですね、えー、どんどん練習を始める前にしっかりとしたですね、えー、ご自分なりの型フォームを手に入れて で右手左手両方ともですね、まあ、体全体なんですけれども安定感安定感というのを出さないと、えー、これは脱力だけそのの方向に行ってもななななかなかでですねいいいい雰囲気の演奏はできううようなこ,とです、まあ、これ自体ですね私自身が現時点で、えー、思っていることですので全ての方にとっていい結果が出る、えー、考えではないかもしれないんですけれども。 様々な方にですね、レッスンしてきて、現時点で感じているのはこういうことです。以上で今回の動画を終了いたします。今後もギターに関する動画をアップしていきますので、最新動画にご興味がおありの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回の動画はなかなか役に立ったぞと思っていただけた方は、高評価もお願いいたします。この度はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。